また来ましたね、ここジョーダンバギーです。前どっから来たのかな、覚えてないですけど、今日は9月の16日の木曜日です。お昼回ってしまいましたけど、アモイガーデン、アモイフラガーですね。で、ここはクーロンベイ、クーロンベイです。どうしようかな、どうやって帰ろうかな。ああ、ちょっともう帰ろうかな。帰ってまた出てきましょうか。すごい古いね、ここね。こんなショッピングモールも使われてないですが、ね、まあ、なんでかというとですね、これ上に住宅があってですね、なかなか使いにくいですね。下はちゃんとお店やってます。まあ、市場の近くなんでね、人通り多いんですよね。あそこがですね、カオロンは、いっぱい、今、工事してるとこですね。これがモイガーデンです。でこの間ね、あそこにダイソーができたと思ったらですね、もうダイソーいろんなとこに生きてきてですね、びっくりしてますけど。あれ行くしかないね。暑い。日が出てないんですけどね、今日はね、暑いね。湿度が高いかな。ナウタオカ。この辺もね、なんかね、ナウタオカ。あと、ナウロワン。一緒になってるんで、どこがどういう風なのかよくわかる。これ行けんのかな。いや、普通の人は行かれへんけど、何するやつなのかこれ。なんか意味あったんかな。なんやろね、なんか意味あんのかな。いや、わかりません。前も来たね、ここ。前も来たここに入れようと思いました。あ、中入ってよかった。いや、しっかり家帰って、今日は景品ももらえないから、 あれもどうなんだろう。あと16日やから MTR 走ってます。テルフォードプラザの住宅街です、ね、そのこうやって見ると全然昔風の家なんですけども、高いよね。こっちがクントンの、あれクントンって言うかな、開拓なんかな、 MTR の本社ですね。MTR の本部、そうです、本部かな、うん、さあ、帰りましょう。昨日からね、広東省とかマカオから
に14日間いた人は毎日1000人隔離なしで香港来れるようになったんですね。ただシステムが違うので香港からまた戻る時がですね、あっちで隔離されるそうです。ということで我々はやっぱまだ行けないですね。タオロワンに来ました。この辺だっけ、バスの音だったっけ、上でナイスカー行きましょう。